初公開。ミオに送られるんですか。ありがとうございます。けん玉事件を話させてください。あ、そうそうね。いや、ぶっちゃけいつや一気したら。それさ、ちょっと待って、親の前なんだ、かわいそう。動画で言えるかどうかしら、あの、赤木の話、進んでないじゃん。今日あいつと来たの、ヒデと。スカウトか、呼び込みかなんか、そんな感じ。キャッチ100万から150万ぐらい稼げるんですよ。あいつなんか、どうせ会社の悪口言っとうだろうって。はい。はい、めちゃくちゃブローカー吸ってます。かわいいなぁ。みんなミニポリキュア。初公開。みんな翔さんの耳ちっちゃくまって、ごめん、見とるって言ったらいいかって。え、なんで手袋つけてんの。で、顔に首つけたんすよ。あー、そういうこと。はいはい、下もありがとうございます。ありがとうございます。どうもね。ミオに送られるんですか。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。シャイナー、もともともらえる俺は。ありがとうございます。シャイナース。なんか家主がおるで、なんか俺もなんかあんまり仕切れんけど、家主仕切ってくれると。家主は全然仕切らない。家主が仕切らない。まあ、これで以上か、今日の動画は。はい、ありがとうございます。はい、報告だけでいい。報告だけ。まあ、出産ない、まあ、今日初出しか、顔は。初出しです。まあ、あとはたわいもないことを言う、この期待向けシリーズ。はい。ね、こういう番組また見たんだろ。そうそうそう、北山シリーズ、北山シリーズ、はい、また話しようか。電話変わってきたもん。そうだね、だって元々最初はだってミオが働く前からね。そうそうそう、これがスタートでお前が働くのなんだろ。けん玉事件を話させてください。あ、そうそうだ、ね、アップローチがどうこうね、ちょこちょこやって。3年くらい前か。どなたなんか、これか2年ちょっと前で、一番初めだよ。動画撮り始めたのに3年ぐらいかもしれないね。一番最初がね。そうそう、だってコロナがなかったらもう働いてないよな。コロナで宅飲みとかが流行っとって、コロナで行く店がないもんね。そうそう、行く店がないもんね。ちょこちょこロードったんだよね、ここでね。なんで？あれだよ、キッチンペーパー。キッチンペーパー？キッチンペーパーめくれんで。あ、似てるわ。似てないっすよ。え、今さ、似てる。ハンドタオルばっか使っとんの、家で。あやちゃん、あやちゃん、ハンドタオル使う？あ、よだれてほしい、よだれ。なるほどね。お前結婚もしない。はい。いくついんだ？34です。あ、もうちょっとやばい。でもちょっとやばいな。そう考えたら老けとるわ。でも34に見えないっちゃ見えないし、もっと老けとるように見える、若く見える。じゃあケンタロウ君も一緒だ。ね、なんで、なんで知ってるの。何で来たんでしょ。え、こんなに来たんやばい。内緒だろ。え、何しに来たんすか。え、内緒だよ、全然。呼んで、呼んで。なんで俺は呼ばないやん。だって俺も同伴の中で好きだもん。健太郎は好きだもん。なんで俺は呼ばないの。お前好きじゃないの。真顔で言うだろ、完全に。あ、動画で言えるかどうかしら。あれ、どうなったの。まあ、つけると。ハッタギの話、進んでないじゃん。銀座公開に送ったらや。言われるだけ送ったらや。あ、でもその話、ちょっとコメント欄いっぱい来てるんで、まあちょっと触れといてほしいですね。大人の事情で公開できませんみたいな感じで。テレビが入っていくと。そうそう、あのね、まあ難しいな、これ。動画で使うのをまず抜きで喋ると。難しいな。それちょっとうまいこと言ってほしいです。まあ、定期的にコメント。開ける予定はある。あげれる。今動いてるとこなんです。あるけど、あと最近言われるの、おじまも言われる。あれどうなったんですか。もう終わったよ。その後、その後。あ、刑務所でいいじゃん。で、刑務所やめて。刑務所でいいじゃん。なんか金村とでね、もう撮りたくないし。お前はもうあれでしょ。もうどうでもいいんだけど。いや、撮っても面白いけどね。ありがとう。これが無理して入れる人な。早いわ。あ、いや、もう撮れてる。楽しい。楽しい。やっぱ竹の目が楽しいね、やっぱり。お前。いや、これでも一番楽しいよな、ほんとな。お前なんか。やっぱ同級生とかって楽しいな。で、またこういう外で飲んでさ、気使って外の便器にして飲んどるよりさ、来るのが一番楽しいよね。
あ、動画で話してレイクも俺気になるの。あの、僕ファインやん。はい、レイクは使えますよ。でもお前本当に言った通りだろ。お前俺ずっと答えてる。お前がじゃあ僕答えますみたいな感じで。レイクのこと答えるよ。レイのことはこれ何もわかんないです。レイのことはもしかしたら俺のこと。連絡来ないですもん。今日あいつと来たの、ヒデと、うん、一緒に、うん、え、ヒデってあの子、そうそう、え、飛んだじゃねえの、と飛びました。ファンの子、飛びました。なんで来たの。いやいや、なんでレイと来るの。すごいから。どういうこと。いや、あいつなのすごいから。動画使ってか、あ、これ使って大丈夫っす。もうその頃には出てるんで。ありがとう。マジで、もうファンが喋っとるよ。あいつ喋る。わかんない。わかんない。え、今日何してきたの。ヒデなの。全部前前レイで。あ、ヒデはしてます。前前レイで。前レイソースって言ったじゃん。あ、そうなの。前だ、あ、こっちが、その、動画出てから喋る。こっちは動画に出るのに緊張しとんだ。半分エネルギー取られとんだ。嘘、絶対パパ、絶対パパ取られてないでしょ。私は気遣ってるの、お前は。こんな喋るって言ってないじゃん。気遣ってる。まあ、動画上喋れることを言おうかなと思ってるのは、それは気遣う。あ、そうだよね。振り返動画上のちょっと YouTube ファミリーになってて、撮られすぎて。だから一番で見とるっていう。一番の場合。一番になったことないんだろ。そう。だから2番か3番しかないんだ。いいねがゼロの時ない。いいねじゃん、あの、見た回数出るじゃん。あ、出るね、視聴回数みたいな。それ僕らがチェックしてるんで、1は絶対ないです。だから2か3しかないんだ。はい。あ、それじゃない、会社で見とるじゃん。現代公開の時に見とる。それを知らんくって、俺。絶対これより発見が。すげえ、それ。で、俺、トイレ入るのがさ、で、トイレ入れるのが、うん。5時半前に入る時はさ、うん。そうすると、つけてる。あ、まだ上がってねえな、あ、もう上がるな、と思って、すぐやっちゃって。もう見とるやつ、俺、その。やばいやん。はい。ありがとうございます。まあ、娘がやってるしね。いや、その前からね、多分。は？その前から。いや、結構前、俺、歌ってくださいって、ちゃんと営業しろでね。レイ君の話や。レイ君が、まあ、1ヶ月休憩っていうか、考えますの期間が、はい。それがちょうど今日で1ヶ月ぐらいだったらしくて。あ、そうなんだ。うん。で、ちょうど家のこともあったんで、一回会社に来たんですよ、急に。で、まあ結論から言うと、戻ってきたいと。へ、で、翔くんに連絡したって言ってましたけど。うち全然それじゃ説明になってねえやよ。はい。ヒデが今日来た理由とかは。まあ、ヒデが今日来た理由。ヒデは飛んでなかったの。いや、飛んどったんですけど、はい、社長に連絡して。決算としたかね、その、給料をくださいって。ああ、まあ、それは働いたもんね。そうっす。それは来るだろうね。いや、違うよ。違うの？何言ったの？え、でもそれがこの前のさ、それはこの前でしょ。俺の正解なんだけど、翔が何ぼ電話しても出んだよ。うん。誰が電話しても出んだよ。それをあいつに電話してきて、あいつもバカなもんね。繋がってないと思うね。ちょっと会社が中途半端にでかいもんね。あ、うん、足場班と安井さんたちが繋がってないと思ってんの。ヒデ勝手に飛んだみたいな感じでやめて、あ、そうなんだ。こいつの連絡も出ん。で、一応やめますって LINE 送ってきたの。一応。で、LINE で来たっす。そうそう。ほんで連絡が取れん。何回電話しても電話で。だって、突然だよ。明日から来ません。みたいな感じで来たやつが。安井に電話してきて、あの、事務所の連絡先教えてくださいと。うん。調べはわかんない。そうそう。だけど、バカなやつはそういうもんない。で、会社に電話したんだけど、こいつはそういう事情わかっとるもんね。俺に連絡してきたわけ。あいつ、連絡してきたっすよ。なあ、まあ、事務所に行っとけって。とにかく全員勝手に渡すなよって。まあ、あの女事務所に行ってるわけ。僕の給料くださいと。ちょっと忙しいもんね。盆明けにしといてくれって言ってましたけど、盆明けって言ったら、俺に電話してきて。直接？直接。直接。こいつの連絡も一切出んのよ。すごい。出とる状態なんだよ。盆明けに給料もらえるって言うんですけど、もうちょっと早くならないですかね。ちょっと盆前やない。ちょ、こいつ、ちょ、早いなーと思って、俺、腹の中はね。だけど、お前舐めとんのかって、誰の連絡も出てねえんだろとか言わないよ。ああ、そっかそっか、じゃあ、今日か明日一回会って、ああ、そっか、って優しく呼び出して、ね。呼び出して、で、とっ捕まえたわけ。で、気づいたら翔がおるわけよ。まあ、ほんで今日も来たんだけど、うん、なんで来たっていうと、いや、ほんであれだよ。あいつ捕まえて、まあ、これ全然使っていいんだけど、来た。まあ、給料はいくらだったの？あ、5万円ぐらいですか？5万円ぐらい。
だけど、その人から泥棒とかも全部、泥棒じゃないね、まあまあ、車壊して金払うわって言って、払ってねえやつとかいっぱいあるもんで、ね、マイナスになっちゃうね。だってゼロだぞって、うん、たまたまで、これ、今日、現金が入ってきたの。誰に？ 1 週間ぐらい前に売れて、ああ、古いですか、うん、だけど、会社投資入れろって、会社の口座に入れさせて、銭、うん、で、今日入ったんだな。会社の口座に入れさせたんじゃないですか。本人が口座を使える口座がなかったんで、貸してくださいって言って、会社の口座に入れた。そういうことね。本人の力だけやったら売れなかったです。うん、はい、うん。それをまあ、会社で売ってくださいって。うん、なんで、一筆書いてもらったの？書いたの僕です。契約書を書いたの。売買契約を書いたの僕です。現金をじゃあ渡してたんだ、いくらか。うん、50万から50万ぐらいです。そうです。57万ぐらい渡して。うんうん、あ、その金を取りに来たの？だから、言ったらローンのことはほとんどよ。ああ、そうなの。だから、ローン会社、はい、だから、まあ、二次ローンってね、あれだよね。で、やめてどこ行った？あれ、福井かどっかのやつでしょ、うん。いや、違うよ。ほんで、それが、まあ、これ、会社が間違っとるかもしれんけど、あいつから聞いた話で俺言って、あいつが苦情出し切れてもいいで使ってほしいんだけど、本当にクソ、小島と同じ。うん、で、俺、その時にね、あ、そうかって頑張れよって。ねえ、どうなりましょうって、ああ、やってますって。ねえ、どうなったら、スカウトか、呼び込みかなんか、そんな感じ。キャッチ？うん。で、100万か150万ぐらい稼げるんですよ。うん、あ、そうか、そうか、つって。で、お前。150稼いどるよ、プリス恨んでみるよな。そうそうそう。で、俺に言ったのは、いや、いいっすよ、って。まあ、今、世話になっておいたら金借りてきますわ。うん、で、借り年買ったからこうなってるんだけど、まあ、だからあいつもバカなの、ほんと。俺にとったら、その仕事すらもうこのたった2週間ぐらいでやめて、うん、あれ結局儲からんもんで、これ今度これやってますわ、みたいな。そう。まあ、ホストとか、夜の女の子とか。そうそうそう、女のスカウトやるとか。あ、まあでも、そっち系の方がいいかもしれない。うん、口が、嘘を言うやつは。そうそう。ね、でも、結局、まあ、でも人を大事にできん、仲間大事にできんだったから、お仕事同じなのよ、俺からしたら。でも、それはそれ、お前が好き嫌いでさ、それで成功するやつもおるわけ、うん、わ、悪、犯罪を犯したら、犯したわけじゃないでさ。うん、ああ、なるほどね。うん、おーそれはそれでいいんじゃないか。合う合わんだけの話。ああ、なるほどね。優しいや。すいません。いや、俺もそうや、それやったら合わんよ。合わんよね。合わんけど、そうやっておるで。聞いたね。なんで世の中って回るんだ、うん、お前みたいなやつ分かんないと回るわけねえじゃん。みんなバチバチの喧嘩しまくってるし一番カメラでしょ、しゃべってるから確かこんなこと自分の口から発する思うじゃないからお前もちょっとカメラ意識しちゃうもん俺のがね俺のがねお前いや、もちろんね、ほんとこんなの言わんでなうんうんうんやってやったよ、お前見ようか、お前カメラ全然大丈夫いや、飯食うとおり、飯食うやん全然弱いやんこれだから怒られるんだ、お前ね、アンテナ、アンテナ。で、祝い動画なんですが、なんか説教動画に変わったら。いや、気持ちいいのを手つけたらなんだろう。ちょっと変わったら。ほんの一瞬。でもアンテナ貼っとんだぞ。最初の3分あるかないかレベルよ。大事なもんだろ。じゃあ、祝い動画ね。祝い動画でしょ。誰かがどれもいいんだよ。これが本性でした。これが本性でした。それは私やん。だから、ねえ、ねえ、レイ君はどうだったの？レイ君の。今日忙しいからレイ君を聞きたいよ俺気になって仕方ない今日眠くどうでもいいやパパお祝いどうでもいいよ俺もらえもうじゃあまあそれが祝いだしねじゃあレイ君の話をしてだからそれが祝いじゃんこれ集まることが祝いだからでレイ君のどこで話したわからん。戻ってきたいと。ちゃんと戻ってきたいと。そうだ。ちゃんと最後までやれよ、お前。はい。面白くないよ。はい。ハードルめちゃ上げられる。前回の動画で、まあ、1ヶ月考えますよと。ちょっと距離置きますよ。下げつきながらやれ。はい。距離置きますよ。いやいや2択ぐらいできるよ。距離置きますよ。お母さん、飯も、飯も食わない距離置かせてもらいましたよ。あ、電話です。じゃあ、ちょっと考えたんですけど、僕はもう一度、塗り替え道場、わしばはんで、リスタートしたよ。受け入れてもらえますか、うん、で、社長は、まあ、翔に聞けよ。なってるわ。じゃあ、翔くんに連絡しますって言って。聞けないんだ。まあ、連絡。でもさ、リスタートしたいっていうのを社長に言ったんですもんね、まず。あ、そうなの ?5 時まで僕一緒におったよ、レイ君と。うん。で、この後、翔くんも一応視察やから、連絡するんだ今しかないぞ。うん。なんで電話しようって言ったじゃん、俺。何で電話しようだけど来てないんだって。まだ来てないみたいです。
だって家もねえんだよ。あ、今アパート出たの。いやもうあのだってカズと一緒にするんだもんね。ヒデでしょ。あ、ヒデです。誰カズって急にカズさサッカーヒデだっけ。あれサッカーみんなみんな働いてる。あいつから全員取っとるもんね俺は。で、で、やめてさらにその飛んでこれ欲しいです、まあいいやじゃあ行くわってショート行く前だよ、捕まえる前に、所長あの1ヶ月ぐらい今月いっぱいここ借りていいですか、うん、終わっとんなって思わ、まあそういうやつってたらそれやつだけど、まあ、まあ、チャラ平なんだよね、悪いとも何も思ってない、気にしてないんだよ、気にしてない、ショート連絡するところで、うん、一言 LINE でやります今日やります明日から行きませんって夜の12時に送ってきて、で明日の段取りどうするんだってなるよね。そうそうね、何にも気にしない。でまあレイにも今日言ったよな俺。あいつなんかどうせ会社の悪口言っとるだろって。はい。はい、めちゃくちゃ文句ずってます。お金もくれません、何にしません。そこはまだ繋がってんの、あんななんか仲悪いですみたいな。いや今日たまたま一緒に送ったんじゃない。そうなんだ。レイ君戻るんだ。まだわからないね。じゃあこいつの反乱。やらないや。ん？俺がやんちゃんもいらんし。パパ。あ、エディオンか。おじいちゃん。はいはい。まだだよ。多いって本当だ。2時間15分。お疲れ。お疲れ。お前誰も言ってんだもんね、やるわ。お疲れ。お前の社長のボスだぞ、お前。なんか言って私。こんな動画上で。俺の声。いいよって、いいよって。いいだろ、やるぞ。なんでいいだろ、やるぞ。そしたら、あ、そいっちょそこ立ったらダメだよ、そこカメラは。カメラ。ちょっと意識して。そういうことだぞ。すごいよ、お疲れ様でしたろ。少佐に。何でお前言ったのてめえ。仕事は疲れとるやん、なんかもう今日行ってますよと言うなら行きたくない感じ出すならやめろよ、やめていいぞ、俺は何も言わない、行きたくねえな、俺一秒も行ったことないで、すぐやめろ、行ってますよって行ったっとる感じ出すなら別にあいつも求めてねえ、そんな喜んでください、いいよ、もうそういう感じらしいだったあいつも、やっとったんだよあんたなんかと折れるの私だけだよみたいな顔しとったわ、あいつも。かもだ言ってはないだろ。ああ、ああ。いや、それなんか日常みたいになるのやめて、それ目いってないし。で、薬やってる人みたいな目してるから、メロも出してないし。でも、鬼感謝するよ、ちょっと出会って結婚したの。今日も喋っとってさ、あれ、うん、この2年ですげえ変わったなって思って。うん、家庭環境が。うん。俺もそれでしょ、お前のおかげになるのかお前のおかげになるのまあ1割は俺のおかげかもしれない、きっかけはあるかもしれないけど、いや、ぶっちゃけいつや一致したらそれさ、あのちょっと待って、親の前なんだわ、かわいそう、ええじゃあ、ほんとぶっちゃけ話すねえねえ、話さんてていいの話さんてよ、親の前なの、ちょっと私の親の前ね、いや、恥ずかしいんだろ、お前って妙、嫌でしょ、親の前なの、パパが嫌だって言ってるよな、娘やった話やないですか、そのやりかけみたいな、やりかけみたいな、いやいやいや、ほらちょそういうのはさ、いや、やっぱ嫌だ、来たの、ただしただし来たです、うんかじゃあはい、どうしよう、あ、今車止めて、あ、ただしはパパの横がいいでしょ、あ、どう、かわいい、かわいいっすね、かわいい、ま、なんか今何どれぐらいだっけ、1ヶ月ちょっと実感ないでしょ、マジちょこっとでしょ、あるでしょ、ちょこっとなんか変な来たなみたいな感じ、あ、それはあるっす、もっと可愛いある、俺本当にね、2歳ぐらいの時にこの止まってほしいと思う、人生が強いんだ、大きくなる時にさ、本当何やってるのも楽しかったさ、いや本当に宝物だって毎日や、全部仕事仕事もある、全部そうそう、だから偉いなと思ったよな、うん、普通でしょ、ね、いや普通になったんだ、それがそれが普通になったそうだよ、お前ら気づかんけど今思った、俺気遣ってんだよお前、最初来た時から分かってました、じゃあいいよお前、口しゃべらんだお前、本当にたわけがお前、何だ、 T シャツパンプレでくれたやつを着てきとんだよ、気づかんなと思っとった、海を別に何も気にしてなかったら
まあ、一番苦労したのはブルだね。そうですね。まあ、出産してる。ビビってもらったらしい。ブド。よく言う。よく要は飲んだでよかったねっていう感じ。12時間かかってるけど。12時間かかる。でも分娩台入ってからみたいな感じだから。ああ。バッて出たみたいな。そうそう。だから子宮開いてからすぐピッて出てきた。あ、本当。全然出なかったらしい。声とか出んかった。本当。あ、うん。なんじゃなんじゃ。間違えたね。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあ最後にちょっと2人から何か聞きたいな。はい、何を質問したいな。なんかちょっとしゃべる。どんな子供に育ちてほしいか。わあ、なるほど。犯罪しんけりゃそんなことない。ああ、いいね。犯罪はしてもいいだろ。今時代中に。ああ、そうかそうか。確かに昭和、まあ、人と仲良くできればいいですね。友達大事にできたら。おお、犯罪しても、犯罪しても別にいいっす。なんか友達大事にすればいいかな。ちょっとこっち昔の犯罪の周囲にもよりは。あ、そうだね。人殺しとかじゃダメだね。それではキムちゃん、キムちゃん、うん、一緒の声。ねえ、だくさん手だくで偉いんだね。せーの、また見て、ね、幸せに。仕事できるな。いいね。まあ、また見て。またね。また見てね。また見てね。